3月15日、今月末に開催されるキリンチャレンジカップに出場するサッカーの日本代表メンバーが発表されました。ゴールキーパーは最年長となるシュミット・ダニエルに、大阪圭介、谷光生の3人、ワールドカップメンバーからはボンダ、川島が入れ替わりました。ディフェンダーは全員が20代、将来のチーム作りを目指し、吉田、長友らベテランの招集はありませんでした。 選ばれたのは板倉幸、富安健博、伊藤裕樹、橋岡大輝横浜 F ・マリノスの角田良太郎は初選出です瀬古歩菅原幸成そして FC 東京の番宮長んでカシーフガンバ大阪の半田陸も初選出となりましたミッドフィルダーフォワードは14選手が選出されました遠藤航伊藤純也浅野拓磨 森田秀政、鎌田大地、西村拓真、水戸間香織、前田大然、道安律、上田綾瀬、田中青、町野周都、中村圭人、そして久保武夫、オーストリアで活躍する中村は初選出です。全メンバーの26選手のうち、ワールドカップから引き続き選出されたのは16選手、また、J リーグ所属選手は7選手となっています。 カタールワールドカップ後初の試合となるこの大会2026年のワールドカップに向けて森保一監督率いるサムライブルーの新たな船出です。